いいね、うまくいっている。あともう2枚ぐらい行こうか。おしまい。夢に向かって近づいている。一人でやってくんだよね。頑張ってね。不安だけど頑張る。みずほ、お疲れ様です。最近よく出てるね。いやいや、そう言われることが増えていく。どうしたの？泣かない顔して、でも素直に喜べない自分がいる。まだそんな夢を見ているの。きっと周りはそう思っている。未来はみんな同じではないはずなのに。ありがとうございました。みずほさん。あ、ゆみちゃん、久しぶり。ちょっと相談があるんですけど、実は私モデル目指してて、大学を卒業してからもバイトしながらオーディション受けたりしてるんです。そうなの？でも全然ダメで、たまに小さな仕事があるくらいで、やっぱり厳しい世界だし私には向いてないのかなって思って。似たようなことで悩んだ時あったよ。モデル向いてないんですかね。その時はどうしたんですか？向いてないって思うならやめたらいいじゃん。自分自身と向き合ってみたら答えは出ると思う。あんなこと言ったけど、私は本当に自分に向き合えてるのかな。ただまっすぐ進んでいるうちに、たどり着きたかった場所と違う方向に向かっていたのかもしれない。お疲れ様です。いろいろ考えたんですけど、私やっぱり行きます。私このままでいいのかな。私にはその世界のことはわからないけど、昔からよく言ってたじゃない、私絶対モデルになって雑誌の表紙飾るから。え？決めたんだ、絶対なる。私は仕事で活躍してもっと自分に自信を持ちたいな。なれるよ、私たち。うん。私は自分の意見を強く言えないから、そんなゆみちゃんが羨ましいなってずっと思ってた。頑張ろうよ。私も今の会社で頑張ってみるから。うん、自分自身と向き合ってみたら答えは出ると思う。目指している場所は違うけれど、同じように進んでいる人がいる。一人では諦めてしまいそうな時も、横を見たら頑張れそうな気がする。だから今はただ前を向こう。みずほさん、初めてオーディションに受かって今日撮影なんです。答えは出た？はい、おかげさまで吹っ切れました。私もゆみちゃんのおかげで吹っ切れた。ありがとう。誰かが引いたレールなんてはみ出してしまってもいい。もし願いが叶わなかったとしても、きっと後悔はしないだろう。夢中で進み続けた新しい私に出会えているはずだから。
自分で選んだ道、私たちはもう振り返らない。次の自分へ進むあなたに、イオンカード。